はい、こんばんは。2017年12月22日の金曜日が終わったところです。いやー、今日はね、なんかびっくりするほどお客さんが少ない日でしたね。なんかね、日によってあるんですよ。うちの店は動画で皆さん見てると、なんかいつもお客さんがたくさんいて賑やかそうなお店だなーなんて思われる方多いと思うんですけど、多くねーのかな。いや、日によってはなんかみんな、なんか裏で打ち合わせのもしてるんじゃないかっていうぐらい全く人が来ない日がありますね。今日はその日でした。はい、時々あります。まあ平日の金曜日なんでね、そんな日もありますよ。寒かったしで、まあそういう日は溜まった仕事とか片付けてね、やっぱお客さんが多いとできないような作業とかあるじゃないですか。じゃあこの棚を移動しようかなとかね、これ全部値段変えようかな、こういう風にしてみようとか、ああいう風にしてみようみたいな、こういうのができるんで、まあそういう日も必要です、お店にとってはね。今日はちなみに何をしたかっていうと、デュエルマスターズのノーマルカード100枚セットのやつが結構売れてて、補充してなかったのを、作って補充したり、あとノバのスターターデッキ、昨日ノバのコーナーをちょっと作ったんで、ノバのシングルカードおよび、スターターデッキの陳列なんかをやってましたね。あとはシングルカードの値段はマッチがやってくれたのか。まあ明日、明後日、土曜日、日曜日の方でね、売り上げに影響するようにちゃんと準備をしましたということです。ただまあ今日ちょっと遊びに来てくれたカレーパンくんがね、対戦相手がいないなんつってちょっと寂しそうにしてたのがかわいそうでした。僕もそのカレーパンくんと対戦した一戦分しか、野望の方は進まなかったんだけどね。っていうかそれも負けだから野望進んでないんだけどさ。で、今日の日記なんだけど、特に何もすることがないんで、この僕の、千人切りのね、まだ始めて一月ちょっとぐらいなんですけど、このぐらい進んだよっていう中間報告をしようかなと。これメインの方でやった方がいいのかな。まあいいや、一応これね、ノートで振り返ってみようかなと思います。記念すべき1勝目はね、丸1全速持ちさんですね。5000GT の使い手、全速持ちさんのダンテ GT。 ダンテって何なんだろう、魔王ダンテなのかな。まあダンテ GT、 まあ 5000GT が入ってるデッキなんでしょうね。それに11月の17日に勝ちましたよ。嬉しかったな。結構ね、この企画やり始めて何戦かしたんだけど1勝目ができなくてね、いや俺千人切りとか言ってるけど1勝もできないんじゃないかなってすごい思ったんだけど、なんとか勝たせてもらいました、全速さんにね。はい、でこれが1勝目で、その翌日、こわー、畑さんですよ。全国大会じゃんや、エリア代表関東大会 A ブロック優勝の畑さん、メタルカ、メタルカ、ハタリカじゃないの、まあいいや、メタリカだよな、これな。俺は G 間違えてんだな。ハダさんに勝ちました。ハダさんはね、今、ペガサスのデッキとかで有名になってるけど。まあ、ハダさんはな、なんだろうな。ちょっと気使ったんじゃないかなと思うんだけどな。なんかあっさり勝っちゃいましたね。これも、よく覚えてます。だから、ハダも全速も俺が負け続けたのを見て気使ってくれたんじゃないかなと思うと、よくないな。これまたちょっと再戦しなきゃいけないかな。で、その後は、剣族、ドロマーアルファリオンか。アタック。リンクくんってなんだっけ。あとコロンビアだ、ほんとだ、トメさん、ニッシー、ソルト、あ、ソルトいない、トッシーくんね。これで10人ですね。これが11月中ぐらいかな。でその次に11番、お、居眠りさんですね。なんと居眠りさんに勝ちましたよ、僕は。でその後に三嗣義人にも勝ってる。あ、いいね、居眠り義人あたりの実力者を倒して、そして13番目にロックショー、これは北海道からわざわざやってきてくれたロックショーくんをね、倒しました。で14番目みかん、15丸、月、トワイライトシグマ、ハガクレ、ハルハルパパ、あ、そうそう、ハルハルパパね、フルプロモのジョーカーですね。いたね、いたね。このハルハルくんには実は俺負けたんだけど、このハルハルくんのお父さんには勝たせてもらいました。はい、20番目ヨッシーか、よしよし、ヨッシーもな。で21番目、お、これはヒゲマッチョ、ヒゲマッチョと言われてるオレオ P さんですね。メラビートザジョニー、これ俺もさ、確かシールドトリガー5枚中4枚シールドトリガーだったんだよね。うん、俺もさんがジャッジーって叫んだのが思い出深いですね。一心くんがバジュラ、お、23番目にセイヤさんも倒してんのか。ブックアイランドジュニアイルマテンのアイドルセイヤさんをね、倒しましたよ。セイヤさんのモルネクに勝ちました。はい、素晴らしいです。あ、24番目のエンガチョか、この辺結構強いの倒してるな。エンガチョと25番目が元気か。よしよしよし。元気には実は僕ずっと勝ってなくて、
来店してから何度か対戦してるんだけど、一度も勝ったことない相手なんですけど、やっと勝てましたよ。よかった。もうやんねえ。焼き鳥くんのジョーカーズに勝ったシャマ、あ、で、27番目にシャマさんにね、これ動画にもなってると思うけど、まあ、ほとんどなってんのかな、動画に。シャマさんのモルネクに勝ちました。はい。これも良かったです。28番青と29番青ブ。30番が黄金の風。すごいな、ゴシーバスター。はい、黄金の風。31番ヒッキーくんね。はいはい、ヒッキーくん。今日も来てくれたヒッキーくんだね。で、32番目に黒吉。33、将軍。で、スギちゃん、イカルガくん。あ、イカルガくん。いたね。うん。狭山台リスクの方の、たくあんくんもそうだな。マナゴン。あ、マナゴンにも勝ったんだ。俺すげえ。山ちゃん、山ちゃんいたね。山ちゃん忘れ物した山ちゃんね。アジフライ Z、ティンクル。で、はじめくんとはじめ2号。あ、なんかね、そうそう、友達の子だね。で、43番目がゴーイングマイウェイ、キララに勝ったんだな。よし。滋賀県からやってくるゴーイングマイウェイ、キララくんに勝ちました。で、44番の FK にも勝ったし、ブライゼシュートに勝った。フラグマンにも勝った。よし。クリボッチにも勝った。47番いいね。大根。大根。これ言わずと知れた去年のうちの代表。全国大会8位の大根に勝ちましたよ。いいな。これ思い出すとなんか嬉しいな。カイトにも勝ったなとか。で、オミくんにも勝ったし、乳酸菌にも勝った。で、直近だと、ケンム、キング。キングくんってのはあれだよな。オーストラリアから。あ、じゃあニュージーランドからやってきた。ニュージーランドに留学しているキングくんに勝ちましたよ。そして53番目。これ記念すべき。マッチーですね。マッチーの、しかも黒タンデッドゾーン。僕の使ってる黒タンデッドゾーンと、全く同じ型のデッキを握ってきた。のでね、そのデッキ同士で戦って、勝ちました。まあこれは運で、運が大きく作用するんですけどね。作用するんでしょうけど、まあ良かったです、これは。はい。フクロウ、チキン。あ、勝太郎にも勝ってる。すげえ。スルメイカ。あ、そして58番目か。まだまだ58番目に、久保翔くんのね、クイーンメイデン、勝ちました。これはクイーンメイデンは、なんか他の人には勝ってる。なんか久保翔が随分悔しそうにね、このクイーンメイデン、ハタさんにもシャマさんにもマッチーさんにも勝ったんですよ。でも店長だけには勝てないんです。いやー、しょうがないよ。なんせこのクイーンメイデンと、だって帰りがけ最終日にだってリベンジマッチしても、それでも勝ったからね。うん、これはいい。と、まあ、まあ、一月ちょっとぐらいやってんのかな。それでまだ58人しか倒してないんですけどね。まあ、1000人切り、最初はその企画のスタート時点では、なんだ。グランプリ ?4 月のグランプリまでに1000人倒すとか言ってたんだけど、あれはもう無理ですね。まあだから、いずれ1000人倒すよと。その、1年でも2年でもかけてのんびり倒すけど、とりあえずグランプリまでに100人は倒そうと。今だってこうやって見てさ、俺は100人に勝ったぜっていう風に思うだけで、割と自信になるからね。記録するってことは大事だっていうこともあるしね。それでだから4月までに100人は倒したいなと思ってます。はい。と、まあ、中間報告でした。はい、明日土曜日ですね。明日も頑張りましょう。あと何かあったかな。はい、じゃあ失礼します。お疲れ様です。